まずは、普通の、急げ揚げ、それは素晴らしいのは、揚げてるので、なので、このまま頂きます。最初に食べたちくわクラゲパンは確かにお土産も出して顔で楽しめましたが、ちくわの中にあまりちくわの味はしませんでした。お土産の味が好きなのであれば食べてみてもいいかもしれませんが、あまりおすすめはしないかなと思います。次、こちらのクリームが美味しいザクッとクリームシューが中に入ってたっぷりのミルククリームが口の中で噛んだ瞬間にザクッとしたシュー生地とともに口の中でまろやかな甘さを広げてくれました。クリームはかなり楽しい。カスタードは味が弱かったかな。なのでミルククリームであればぜひ。ただちょっとベタつくのでそこは注意です。その次は生クロワッサン、ダブルミルク、先ほどのチョコクリームと比べるとダブルミルク2倍の量が使われているのか、2種類使われているのか定かではありませんが、クロワッサンのミルククリームの方がよりミルクの甘さを感じることができるように自分は思いました。なのでミルク好きであればいいかもしれません。その次のクリームが美味しいふわもちっぽいとミルクの甘さだけとクリームのまろやかなだけでなくザクザクした音も楽しみにして、ちょっと食感もあまりなかったですね。なのでミルクだけクリームだけでは物足りないの方におすすめです。クリームっぽいバナナのまろやかな甘さでこうなるまろやかばっかりとまったりとしたポイントクリームが非常に美味しいのですが、本来ダブルミルクちょっとクリームのパンチが弱いかなと思いました。なので今回はマクロバスさんダブルミルクリームのまろやかな甘さをそれでも力強く感じることができて一番美味しいと思ったので、今回もご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。